うん、まあ僕はあなたの先生としてあなたが競馬投資家としてこういう風な手順を踏んでいけば成功するんじゃないかなっていうのの、はい、あのアイデアをね、はい、あのちょっと出すんで、はい、あのまずね、はい、あのまあ、投資家なんていうのはもう研究、はい。 研究者だと思ってもらったらいいんでまあ競馬を研究するということになってくるんであの研究はあのこの時代になってもまだベタであの研究ノートというアナログのものが非常に 脳のことを考えても心のことを考えても <laughs>、はい、脳の機能心の機能ということを考えても、うん、デジタルじゃなくて、うん、ノートととといいいいうううアナログの方がいいだろうということなんよ、はい、そしてまあそれこそもう東大にしろハーバードにしろ、うん、ケンブリッジにしろ、うん、何にしろやっぱりその手を。 動かして書くというね、書く。これが脳に直結しているわけ。そして脳と心は直結しているわけ。この書くというね、あのキーボードを叩くという作業ではダメないよ。書くという作業。ね、その作業が必要ということで、その競馬研究ノートというものをあの本格的に少しずつ作っていかなきゃいけないなと思ったのね。そしてあの。 僕は携帯としてはルーズリーフの方がいいだろうなと思う。あのたなぜかっていうと、うん、僕はレース別、はい、例えば直近の札幌から始めた方がいいんじゃないかなと思って、まあ G1 から始めた方がいいだろうなと思うよね。うんうん、G1 だけですかと。G1 だけ、はい、っていうのはね、あの膨大な作業なんで、はい、あの重賞まではその作業が追いつかないね。うん あなたは作業療法士という仕事もしながら、はい、あの日常の生活も送りながら、はい、その競馬投資家っていう道を、はい、その目指すってなってくると、はい、やっぱりうんまあ重症までっていうのは手が回らないだろうなと思うね時間的にね。まずは、はい でも今まで住んだ例えば大阪杯とか、うん、あの桜花賞とか、うん、高松の宮記念っていうのはもうちょっともう来年回しということになってくると思うわ。でちょうど1週間今週 g 1はないんで、はい、えっと皐月賞のノートを作る、はい、ということね、はい、じゃあ何をその研究ノートに記録するかっていうと一番があなた皐月賞の予想を立てたわけじゃない。はい その自分の予想の根拠っていうのを覚えてる間に記録しといてもらいたいのあなたの根拠でいいから単なる勘であるとか、はい、最後は焦って決めたとか自分の予想の根拠ね、まあ、根拠というよりは自分の予想の理由までレベルを下げようか、はい、理由。で二番2番がなぜ 外れたのかのか理由あなたなりのねなぜ当たったのかの理由理由だからあなたの思う自己分析でいいわけだから間違ってても構わないからそして3番目がねまあ皐月賞でもまあ,あのまあ 投資っていうことは馬券ということを考えなきゃいけないんで馬券内1着2着3着の馬がなぜ1着2着3着だったかっていう分析が必要なんよその分析はあの自己分析じゃなくてまずあのガンマさんって YouTuber いるでしょ。あの人の人分析 の中で、うん、1>, 1着2着3着回顧録でね、はい、1>, 1着2着3着だった理由を言ってくれてるんで、はい、その理由だけ全部じゃなくてあなたの場合はねあの他の初心者の生徒さんの場合は片っ端からそれ記録してって言ったけどあなたの場合は競馬投資家を目指すんであればちょっとやることはちょっと、はい、もっと集中しなきゃいけないんで。はい 1>, 1着2着3着が勝った理由のガンマさん,うん、うん、ここにあなたの考え方は入れない、はいうん、それと、はい、僕の分析、はい、だから僕にも必ず聞くということね。はい、で僕の分析はいつ聞くかっていうとあの僕とあなたはあの YouTube で競馬教室っていう番組持ってるんで、はい、あれの前半で。 1>, 1着2着3着の僕の分析を聞けばいい、はい、で収録すればいい、ねはい、で後半ではあの次のレースの予想、はい、例えば次の天皇賞であれば、はいえー、30分、ねうん、競馬教室あるから、うん、前半では皐月賞1着2着3着の僕の分析。はいうんはい そして後半は天皇賞の予想という番組をやれば、まあ、一石二鳥かなって思ってるんで。と、はい、いうことはまあ1番2番に関してはあなたの考え、はい、3番は他者の考え、はいうん、それを書いていくということね最低限ね、はい、最低限この3つ、はい、そしてプラスアルファ。 まああとかでせっかくなんで一回の,かそのカウンセリングではやりきれないんで、うん、まあ仕事っていうのがあなたが人生をダイヤモンドに変えるためには、うん、とても必要になってくるんでこの前のつき賞に関しての僕なりの分析、はい、それとつき賞自体の分析、はいうん、そういうことも あのあなたに、うん、まあこのコーチングの中で、はい、あの話していこうかなって思うんで、うんはい、研究ノートなんでルズリーフかっていうと来年はまた皐月賞また再来年もまた皐月賞重ねていって、はい、あなたの研究ノートが上積みされていく、うん、ということになってくるのね。はいうん まあ競馬投資家って言ったらまあ投資家って言ったらああのまあ投資なんで基本的にはあのこの前も数値目標っていうのは言ったけどまああれで当面は3年間はいいんじゃないかなと思うよね。はい、今年はプラス1万、はい、1> 来年はプラス3万、うん、再来年はプラス10万。うん、じゃあそこから先の当初の目ってあの目標額っていくらかって言ったら。あの あなたの作業療法士の年収と同額っていうのが僕はあの最初の目標になるんじゃないかなって思うよね。わ、はいうん、かるよね、はいうん。まあそれがいつ達成するのかわからないけど数値目標っていうのはまあ投資家としては絶対必要なんでね、はい、自分を見失わないためにもね。はい まあ競馬っていうのは当然ギャンブルなんでそのなんていうかな危険性も伴うわけだし投資自体が、はい、まあギャンブル性が高いんでそのためにもあなたはあの苦労して手に入れた自分の安定した職業っていうものは、はい、あの手放さないようにしなきゃいけないよね。わ、はい、かるよねうん、うん まあそれが保険みたいなもんやわね、うんうん、それがあるから安定した収入があるからさまざまなことにチャレンジできるしさまざまなことにあなたの場合は耐えられるというのがあるんでね、うん、でいざとなったら脱出できるっていう、はいねまあ、経済的にあなたはまあ本当はあのー、あなたの本当の願いさえなければ、あのー、いつでも脱出できる状態をあなたは ががに入れててるんやけどねあなた自身が努力してうん、うん、で僕はあなたに自分の願いを叶えてほしいと思ってるんで、うん、まああのこのコーチングの前のカウンセリングで言った、うん、あの神様を認めるというねうねん、うんうん、まあそのためにはあのまあこだわらなくてもいいけどうん、うん、あの今の環境 もう悪くななないいんじゃかって思るまあ僕に相談しながら「今日はねもう無理です先生耐えられません」って言ったけど我慢しろじゃなくて「いやあなただったら大丈夫でしょ」っていうねわかるかな。じゃあ皐月賞まずねあなたがたまたまねあなたのノートを忘れていってくれたんであなたが。 このこの前の皐月賞にどういう視点で向かったのかっていうのがこれを見てあのなるほどなって思ったんでちょっと気付いたことを言おうかねまずねあなたのこのノートに関してあのここはちょっと違うよっていうね。 えまずあなたのノートに皐月賞中山 2,000m あと前傾ラップ前傾ラップっていうのはまああのえ先行が有利ねで4コーナーを4番手から7番手に入らないとその馬券内に入りませんよ1着から3着に入りませんよっていうレースですよって書いてある。ここは 正しいですねそしてその次に左側に「1234」ってずっと書いてあってその次に「1214」ってこれって馬番なのね。で「123」がこれ人気なよね。であなたがこの前問題になった数字間違いっていうのがあってこれねこれミスを防ぐためにはねここにね「1」って数字だけじゃなくてあなたね数字だけ書いたから。 間違えたんよ。今まで一番人気ってずっと書いてたんです。うん、あの今まで書いてたんじゃなくて、はい、あなたは今まで全部書いてるっていう錯覚に陥ってるんよ。そうなの。うん、あの100%は書いてないよ。<laughs> あ、なるほど。100%書くということをルール付けするんよ。はい。なんから人気、はい、うんうんうん。12、なんか例えば一番上だったら、はい、ドデュースのところだったら一番人気ってちゃんとめんどくさがらずに、はい、あなたはめんどくさがり屋じゃないんだから。はい 言ってるることわか面倒、はい、くさがり屋じゃないんだけど、うん、あの日めんどくさがり屋の自分を演じなきゃいけなかったんで、はい、自分を守るために面倒ん、うん、くさがり屋の人のノートとしてつけてるんよ。でもいかなることがあってもあの面倒くさがり屋になっても面倒くさがっちゃダメなんよ。<laughs> だから番番人気12番って書いてねその後まあ冊子とか。はい とか書いてもちろんその先行優位だから先行のとこもあるし指し手もあるしでもちろんこれはまだ馬券が発売される前のオッズなんで予想オッズなんで本当のオッズとはちょっとだいぶ違うんだけどこれで僕たちの競馬教室の場合はねこれで予想しなきゃいけないんだけどもちろんこれは本当のオッズが出た時き まあ簡単に言ったら皐月賞だったら「金曜日の夜の7時」には本当の図が出てもうあの時はもうあなたすでに来てるんよもうここに。ねだからそれはまあ書き直すという作業が必要であると。とにかくこの研究ノートっていうのはそのあとで自分が1年後に見た時に。 一瞬でわからなきゃいけないっていうこと、うん、何が書いてあるのかね。これ何が書いてあるんやろうって迷うとダメない。だから、はい、まあ言うたらなんていうかなそのまああなたのメっクとかに、うん、が見てもわかるぐらいの丁寧さが必要だということ。うんはい、言ってることわかる？はいはい、うん。詳しいことはわからなくても、うん、ね人気って何とか。うん バンって何とか、そういうのは聞かれるぐらい。に、はいはい、まあ、丁寧に書いとくということね。はいはい、うん。<laughs> まあ、丁寧さが本当にね、あの後々、後後、はい、あの、この美さがね。はい、大差になってくるよ。斎、うん、藤一人さんの言うね。はい、この一回一回の丁寧さが。うん 1>, 1年2年3年経った時にものすごい大きな差になってくるんでそこは気をつけて、はいうん、それとねえっ、ー、とまあディープっていうところに丸がしてあってもちろんこの皐月賞っていうのはディープサンクが有利なんやけどあなたが頭に入れとかなきゃいけないのは、はい、このディープサンクに関しては3歳なんで、はい、もうあの。 ディープサンク末期なの傾向っていうのはもうやっぱり一時期のディープサンク前世っていうのではないということね。でどういう傾向が決闘的には出てるかというとこの頃っていうのはもうね母親繁殖牝馬の方をかなりいい牝馬を使ってるんで。 はいうん、母方の方の影響がかなり出てきてるんよねわ、うんはい、かるだからここでとりあえず終わっおいて、はい、こ,れこれ第2部 2>、はいうん、じゃあ次続き第3部に行きましょう、はい